北朝鮮が発表した張ソンテク氏の処刑について、北京を訪れた北朝鮮の市民は全面的に賛同していると話しました。運動は進歩だと考えます。우리조선인민은하나같이전폭적으로지지찬동합니다네혁명의반동은국이쓸어버려야된다고생각합니다이기회를통해서독국권이따져집니다지켜보십시오한번今日午前、北京空港には平壌からの定期便が到着しましたが、乗客らに普段と変わった様子はありませんでした。一方、北京の北朝鮮大使館には普段と変わらず大使館関係者らの出入りがありましたが、取材にはほとんど応じませんでした。